1回200円で行っています。不良の雰囲気を醸し出していますが、まもなく選手バスの到着もらいます。カンタバーへようこそ皆さん。メインが高校入学してから始めました。高校入学してから始めたんですか。せーの、はい。サッカーしとったら、ね、今どき J リーグ。はい、はい、また引き続きもこの後試合も楽しみに、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。手上げましょう、行きましょう。石垣さんね、しっかりピッチの感覚とか雰囲気とかもう一回取り戻して、いい状態で試合入れると思う。で、相手が5連戦で最後ってなってるけど、関係ないから、俺らがしっかりいい準備して、今、あいつら俺らより上の上位にいるチームだから、絶対油断しちゃいけないし、ミスはいけないし、俺らがしっかり準備して、俺らがあいつを疲れさせて、俺らがあいつ仕留めようと、あいつらのこと、俺が次第だから、次、ボランでやってやろう。もう全部結構言ってくれたんで、もう何も言うことないんだけど、結構さ、システムの話結構したいね、藤枝がどうとか。だけど、もうちょっと忘れて、結構忘れてほしくないのは、もう野生的な俺らのゴール前の感覚、例えば5人、6人、
フリーがいてゴール前に自分が立っていてマークがドフリーになってたとしても自分が止めればいいっていう根本的なものを、いやあいつマークつけ、こいつここだよっていうことを結構言えよって話も俺もしてきてるけど、だけどなんか入った瞬間はやっぱボールと自分の関係でそこに反応1本止めると流れ変わる、たとえ1失点しても次の1本止めると流れ変わるわけだから、なんかそういう風に前向きに、ね、自分の体を信用して絶対動けるから素晴らしい反応できるから集中していきましょう。もうすぐ頼む、ね、いつも通り、はい、OK、 お願いします。お願いします。それではライダー照明が飾られたこのニジネスタジアムのピッチ上に登場いたしますのは、まさに一人一緒のチーム、ゴールキーパーのお二人、セバンド1、ゴールキーパー特殊センター、セバンド36、スリーシュート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 、オッケー、もう上げていきたいと。そしてピッチでは FMC イリルトレー登場。Thank you.
球みも強く、今、攻守の切り替えが早くだな、一人一人の役割を整理して、チームに戦うと、絶対勝つと、いいかな、最高で、えいI'm sorry.
前を、なんか構えてるところにまだ入ってる球が、ファイブのお子さんと、Thank you.
全力で戦うのみ。どうか今シーズン最後に出た力を貸してください。Thank you.